テロのニュース見たか？まったく、呆れるほど物騒な世の中になっちまったもんだよな。こういう事件があると俺たちの敵はニューコムだけとは限らないって気にもなる。ところで、珍しくディジョンのやつ、俺には何の相談もなく有給休暇取ったらしいんだよ。この忙しいって時に何考えてやがるのかさっぱりわからん。やつとはもう随分長いことチームで飛んできた。だが最近の行動や言動にはこの俺にも理解できないことが多すぎる。何のためか知らんが、こそこそと嗅ぎ回ってるようだしな。もちろん俺は奴のことを悪く言うつもりはないが、ただこの予感は何か嫌な感じなんだ。それだけはお前にも知ってほしかっただけだ。ニューコム所属のスペースシャトルが衛星軌道基地から帰還するという情報を入手した。軌道基地から資材を運搬するはずだ。これらが奴らの手に渡るとなれば、ニューコムは今後の兵器開発にあたり大きなアドバンテージを得ることとなる。そこで帰還直前の隙を突き、シャトルの破壊作戦を行う。破壊に成功した。罪には新素材開発に関する実験データと判明。よ、元気か。それにしても相も変わらずいい腕だな。これならディジョンの出番がなくなる日も近いって。なんか最近お前と組んでると不思議なんだが、ヤツとチーム組んだ頃を思い出すことがある。最初はやっぱりお前の時と一緒で嫌なやつで、何かっていうと喧嘩してた。でも俺にしてみるとそれが良かったんだ。最近は
奴と喧嘩どころか話すらもしなくなったからな。すまん、なんか自熟さい愚痴だった。忘れてくれ。